ようこそお越しくださいました。キッチンじゃなくてお席へご案内します。大丈夫、ルビーがダンスの練習でうまくいかない時も海さんは諦めずに応援してくれた。だから今度はルビーが応援する。やはり私はメイドさんにあまり向いてないようで、今も手が震えています。そんなことない、メイドさんに向いてないなんて決めつけないで。海さんは絶対素敵なメイドさんになれるよ。ルビー、海さんからたくさんのことを教わったから、だから今度はルビーが海さんにお返しするね。客席で見てくれてる人たちの気持ちを受け取ろうって海さんは教えてくれたでしょ。メイドカフェでも同じだと思うんだ。ルビーは今パフォーマンスをしながら客席の方を見られるようにダンスの練習頑張ってるよ。でも今の海さんは、私は不安で下ばかり見ていた気がします。お客様と向き合うなんてとても。海さんはステージでいつもみんなを楽しませてる。だからメイドさんになっても絶対に楽しい時間を届けられるはずだよ。ルビーがそう言ってくれるなら、私も自分のことをもっと信じなくてはいけませんね。もっと前を向いて相手の気持ちを受け取ってスクールアイドルと同じなんですね。その言葉でもう一度頑張れそうです。二人ともありがとうございます。今ならできそうな気がします。精神を統一してお客様と一緒に楽しむことに集中して、それでは行ってきます。いらっしゃいませ。本日のご来店心より歓迎いたしますご主人様にそう言っていただけて嬉しいです。私も一緒に楽しみたいと思っているんですよ。大切な時間をいただくのですから、とびきり楽しい時間になるように私がお手伝いします。こうしてお客様の目を見てご主人様と話したいことを話すことができて夢のようです。うわー、海さんなんて素敵な接客なんだろう。ルビーも海さんにお迎えしてもらいたいな。ありがとうございます。みんなに温かく見守ってもらって、ついに私もメイドさんになることができました。難しい職業体験でしたが、こうして自分らしいメイドさんになれたことに感動しています。体験と言わず、これからは二人で一緒にメイドさんのアルバイトしようよね、海ちゃん。そんなわけにはいきませんですが、それもいいかもしれませんね。